こんにちは。こんにちは。ファミツアップの、サトルリです。ケンちゃんです。今日はですね、この前の、はい、これはちょっと見たことある方もいらっしゃるんじゃないですか。あ、この若造が。そう、まあ、若造、ね、実はですね、やめて、嫉妬やめて、はい、あ、嫉妬やめて、嫉妬やめて、そんな人回りもしたの。そろそろ自己紹介いいですか。あ、そうそうです、ね、いいですか。はい、いつもモンストチームにいる。はい、そうです。はい、ファミツアップコレクターのミヤボです。はい、やってくださってる彼なんですけど、はい、実は、白猫も実はやってるという情報を聞きつけて、はい、そうなんですよ、はい、私とケンちゃんでマンネリ化する中、ちょっと本当にちょっとね、来てもらおうかと思って。最近一人で やらされてるからね。あ、そう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 、ごめんね、ちょっと、ね、あ、ソロ戦ですか。テンションが上がらなくてそうそうとか言って、そうそうそう、というわけで、はい、3人仲良く、はいはい、今日はしょこたんのイベントが始まったので、はい、みんなでね、協力してやっていこうというところです、はい、でまずミヤボーなんですけど、はい、ミヤボーは、始めたばかりってわけじゃないんですけど、まあちょっと中級者ぐらいですね、レベルとしては。なのでまだわからないことも多いかと思うので、ランク65だしね、はい、3段だし、まあちょうど、まあまあ中級者っていうところなんですね。あ、これ中級者ぐらいですか。多分わかんないんだよね、中級者って。ちょっとわかんないですよね。中級者って言われてちょっとピンともなかったんだけど。あ、ごめんなさいね、私の表現が。いや、俺もよくわかんないな、誰が上級者なんだろうと思って俺しかないなというわけで、はい、まあ、宮本もまだわからないところもあるかと思う。なるほど、はい、この島までクリアしてる。うんうん、あ、5か。島は 6だ。どこまでクリアしてんだろう。うんうん、確か8まであるんですよね。そうそうそう、うんうん、あ、メルリンとね、7が、7をクリアしてないんだ、うん、あ、まだ行ってないですね、はい、とりあえずなんか、うん、ハードの武器が強いという情報を聞きまして、いい情報ですね。ガを持ってるね、うん、そうです。ハードとりあえずクリアしようかなって感じで今進めています、うんうん、いろいろケンちゃん教えてあげてください。はい、わかりました、はい、まあ何でも聞きたまえ、うん、よろしくお願いします。でもね、わからないこと多いんで。でもリーゼをね、4突してるって言ってたさっき。はいはい、分かってんじゃん、強キャラってもの。ちゃんとね、リーゼとね、ビルフリートを4突してるって聞いたからね、ちゃんと強キャラっていうものね。なるほど、そう、強キャラはまあ理解してますちょっと1世代前の強キャラだね、うん、あ、うん、1世代前、うん、あ、もう古いんですか。ちょっとね、ちょっと古くなってきた。ちょっと古くなってきた、まだ強いけど。あ、新世代がそうそうそうあるんですいや、その辺もいろいろよろしくお願いします、はい、いろいろ教えていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあみんなで楽しくやりましょう。はいはい、はい、ということで、はい、早速協力をやっていこうかなっていうところで、ね、まだやってないんだよね、はい、しょこたんのやつ、うんうんうん、じゃあ初見じゃないですか。そうそう、初見やりましょう、やりましょう。ミヤボーはちょっとやったんだよね。ちょっとやったんですけど、うんうん、最後だけ自分クリアできなかったんですよね、うんうん、じゃあちょっとそれみんなで3からやってきましょう。3から3から、じゃあいきますか。はい、あ、自分が立てればホストになってください。はい、はい、じゃあいきます。で、3の守れしょこたん像、はい、しょこたん像を守るっていうことなんでしょうか。で、パーティー結成、はい、64677です。まあ、3だから3人でいけるでしょう。まあそうですね、いつもだったらね、そういう感じですよね。お、リース持ってる。リースは私です。え、主人公の拳は、え、なんですか。この拳はね、星2の、あ、なんだ、バッファローホーンかこれ。そうそう、育ててるか見たことないこの色。で、関連がね。初めて見ました。初めて見た。あ、はいはいはい。やっぱ主人公でやろう。はい。3なんで舐めてかからないと。じゃあ行きまーす。はい。はい。多分ここ題名から見るに真ん中にしょこたんの像があって、それを食らわないように敵を倒し続ける多分だけだと思うんだけど。そんなこと言ってたね。そうなのかな。分かんないじゃん。うん、分かった。想像ね、想像。想像ね。分かった。ほら、ほらってんじゃん。じゃあ私この宝箱だ。やばいやばい。宝箱。そうそうそう。宝箱めちゃくちゃ多いんですよね。ここ本当だ。本当だ。下のね、こういうのレーダーマップで敵を見るのが一番いい。あの視界の外も見れるから。で、うん、赤いなんか水玉みたいなのが見えたらそこに行くっていうのが一番いいですよね。あ、なるほど。うん。そうするとあんまり敵を逃さない。うん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 。防衛線はやっぱそれが一番大事ですね。急にね、こう敵が湧いて出てくる。そう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 。で、どこに湧いてるか分かんないんだよね、普通の自分の画面だと。ちょっとわかんないですよ。なんか結構レーダーマップ見ないんですよね。そうそう。俺もこういう面でしか見ないから。必死になっちゃうと見ないですよ、ね。そうそうそう。こうやってさ、こう周りをこうくるくるしてればさ、こう大丈夫なんじゃないの。あとこういう面でいつもあのリーゼロットとかさ、地雷をさ、あらかじめ置いといて、ゾウの周りに。今ちょっと置いたんですけど。そうそうそう。そうやると結構簡単に。まあ敵の枠位置とか全然分かってないんで。お、クマルがここに待機してますよ。あ、これ当たるかな。あ、
とか楽しいね。これ楽しいですね。リーゼロってそれが一番面白いんだよね。面白いですよね。こういうのこれ。あとこれが骸骨だ。骸骨が一番厄介で、うん、遠距離からって、あとね、そうそう、ミノタウルスがさ、あーなるほど、斧投げたりするとさ、自分はなんだよ、自分はあのウッホ、あーウッホがすごい苦手なんですよね。拳が多いからかな。そう、ありがちありがち。拳だと結構ほんときついよ。やべ、アクア来て、アクア、ちょっと誰か、アクーアは任せてください。任せてください。あれどうだ。お待たせした。主人公実は結構強いからね。うん、主人公って強いんですか、ね。あ、結構強い。あの8島でね、覚醒するの。うんうん。おお、ね。結構星4ぐらいのねパラメータ。あ、そうなんですか。スキルも強くなるから。へえー。意外と強いんだよね。あ、じゃあ育てた方がいいと。で、あの我らがファミツアワーのねイベントでさらに主人公パワーアップ動画もらえるんで。うんうん、確か HP5 パワーアップ、攻撃力5パワーアップだから、ね。やべ。さっき確認したら結構ね。ちょっと待って、半分ぐらい。あ、もう雑にやって、いやいや、やばい、ショコタン、やばい、ショコタン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 、あー、悔しい、結構ギリギリだって、今の結構、いや、3人だからね、うん、まあ、余裕でしたね、余裕でしたね、そんな感じでね、クリアしてもくださいって、結構さ、ショコタンイベントでさ、始めた人もいるからさ、そうそう、そうそうそう、結構低レベルの人がね、分かんない人もいるだろうし、結構こういうの大事だと思う。なんかマイクみたいなの、これできんだ。え、ここで言ってんの、ほんとこれギガントマイクとかやつだよね、確か、うんうん、ショコタのモチーフ武器で初顔合わせ、うん、これを、はい、初顔合わせ、あ、そうそう、リセットされたの、この前のニコ生で。あ、そうなんですか、うん、あ、そうだね、そうだったね。顔合わせって僕多分まだ上限行ってなかったんですよね。あ、なるほど、うんうん、上限っていくつあったりします、ちょっとそこら辺も分かったり、俺も知らねえや10だった気がするけど、あ、とりあえず結構もらえたの、はい、だよね、うん、それだけで結構、へー、次は誰がいいんだろう。え、じゃあ次行きます、次まで行きます、行きましょう、行きましょう、この回は、はい、キザロックブレイクス、いや、そろそろちゃんと回復役になろう、俺が、あ、ケンちゃん回復なんて珍しいね、うん、いや、いや、さっきこの前ね、やっぱね、ドグマさんを回復してちょっと息抜いたら面白くて、うんうんうん、078777、あ、間違えた、結成じゃない、協力バトルか、078777、078777、どうしようかな、私うどういうところか忘れちゃったな、ちょっと若いのに、あ、ちょっと待ってください、キャラで、これが強キャラってやつよ、あ、これが新世代ですか、そうそうそう、まあ、新世代、サトリが使ってるやつも相当強いんだけどね、あ、これサトリのね、このキャラダメよ、これ結構で、ね、最強ランク、あ、本当ですか、そうそうこれで、ね、黒猫とコラボの時だ、そう、今なんか、ね、あ、なんか黒猫のコラボなんかめちゃくちゃ強かったって聞きますね、ファミツトップ10みたいなのね、この前で、ね、はい、勝手につけて絶対文句言われるんだけどこれリベートはね、はい、2位にしといた、なるほど、うん、そんぐらい欲しいですけど、もう手に入んないですよ、ね、もう手に入んないですよ、ね、残念、ちなみにマールが3位にしました、マール、リーだったら7位か8位ぐらいにしといた、確かに、じゃあとりあえず行きますね、はい、行きましょう、行きましょう、楽しみだな、開始、どのキャラ強いって言うと結構怒られちゃうからこれ ちゃんとやってるんだよ、ちゃんとやってね、評価してる、まあまあそうだよね、そうそうそう、どのキャラも大好きだから、そう、みんなね、これでも最近のキャラ本当僅差だから難しかった、本当ベスト10とかつけて、実際に、お、すごく壊れんな、任せるとは分かんない、これはここでずっと戦ってるステージ、いや、不意楽でしょ、あれ、開かない、倒したら、あ、まだまだ、確かに、まだ、はい、よし、はい、だで、ショコタイメントで基本水中なんだよね、なんかあのね、ショコタイメントがね、あの、海中が好きだからみたいな、海中が、海中行ったことあるのかな、あ、本当に、なんかね、なるほど、ね、そういうことなんですね、ショコタイメント好きなものがいっぱい出てくる、あ、なんか妄想なんだよね、そうショコタイメント、妄想世界ってことなんですか、設定が、ショコタイメントの妄想の世界に、あ、やべ、なんか湧いたもう名前もわかんないですけど、あ、ガルーダ、あ、これガルーダ、そうそう、ガルーダ、なんだ、状態人の、私かな、あ、そう、私特攻だもんね、そう、リベータはね、このガルーダに対して特攻を持っているんですよ、特攻というか、あ、弱点だね、弱点をつけるんですね、確かに、リゾってこんなドヤ顔してるけど、はい、何もしてないという3人で楽々クリアしてましたけど、うん、そうですね、はい、1試合目の方が、あ、ちょっと危なかった、危なかったね、確かに今日はちょっと余裕でしたね、うん、じゃあ次が最後ですかね、最後、はい、じゃあますか、はい、まだクリアしてないんですよね、あ、そう、3人でいけるのかな、どうなんでしょうね、急に難易度が
急に星がいっぱい、こうやって星がいっぱい並ぶとさ、星がいくつか分かんない、数えられなくなっちゃうんだけど、悟り9でしょ、これ9、これギガントって出てますもん、もう、うん、めちゃくちゃ難しいんじゃないですか。ショコタンの口癖だからギガントなんとか、そうですね、78416、え、このキャラリゼロって大丈夫ですかね、分かんない、俺やったことないからとりあえずやっていこう、784、いやさ、我らが悟りさんがいればなんとかなりますよ、なるほど私、いや心強い、心強い、ちょっと待って、これ回復、あ、でもリーゼ回復できるから回復、うん、リーゼじゃない、いや俺がいいよ、マール、マール、あ、うん、リー、ごめん、リースって、これあれだよ、ウッコでできたらやばいよこれ、まあいいや、あ、まあ、マールがいるから大丈夫だけど、大丈夫、あ、大丈夫ですか、マールに任せて、うん、書いておきますよ自分、うん、あ、まあ、ビルフリートも結局きついよ、あ、そうですね、同じ打撃系ですもん、そうそうそう、まあ、とりあえず行きますね、まあ、とりあえず行きますか、ちょっと行ってみましょう、ね、これ失敗したら次回でもう一回やればいいか、ちょっとね、ロケハンそうそうロケハン、あくまでもロケハンいや、さっきプレジデントに聞いたけど結構難しかったとか言ってたよ、あ、本当ですか、うん、そうなんだ、え、ちょっと喋んなくなるかもしれないです、そうそうそう、え、神経、あ、初っ端から、なるほどなるほど、レベル120じゃない、きついね、あ、これ危ない、飛んできたよ、気をつけて、とりあえず、え、倒すか、真ん中、真ん中どうやって行くの、あ、分かんない、あ、こっちだ、ちょっと、ここじゃない、おー、ハンドプレッシャー、ちょっと、ちょっと、でも回復がきつくないから、あ、確かに、やばい、ウフォ湧いた、ウフォ湧いた、あ、俺死んだわ、ウフォ死にました、ケンちゃんいや、はめられたんだ、はめ入りました、はい、え、なにこれ、なにこれ、あ、あ、まあ、もうウフォ無理っす、あ、これちょっときつい、ちょっとこれロケハンってことでこれもう、ああ頑張れ、俺なんかすごかった、なんかチェスに凍らされた瞬間なんか上からなんか乗っかられて死んだんだけど、ゆかペロしてる、うん、一瞬で一瞬で死んだなんかゆかペロって倒れてるから倒れてるから床を舐めてるみたいな、あ、もうあかん、あ、お前、あ、いいえ、あ、死んでしまった、ミヤホーが一番残ってるからやばいな俺ら何なの、私たち、あ、もうブーメランって言ったの、ブーメランって言ったの、そう、そうそう、やばいこれ、そしてやばいな、もうなれしかいこれしないね、これロケハンだもんあ、もうあかんす、あ、もうあかんす、あー、あー失敗、あー、ブーだよブーウフォー、もうウフォー無理ですよ今の、今のはきつかったね正直、はい、じゃあこれでちょっと作戦会議をしましょうか、そうそう、作戦会議するか、はい、ちょっとキャラね、どうしよう、回復でもいるんだよね、回復いりそうですね、なんか、うん、もうがっつり食らってましたもん、うん、これちゃんと分かれないでいこう、分かりました、みんなでこう団子になっていこう、団子コードが見えます、やっぱ悟りさんあれの方がいいよ、あのリベーターの方がいい、リベーターの方がいいよ、ウホ倒せるから、じゃあ俺はマールでいくわ、やっぱりどう考えてもマールだ、ニャボー何でいく、僕リーゼの、いや、リーゼでいきますよ、じゃあもう一回いきますか、じゃあはい、じゃあミヤボーがもう、あ、ちょっと待って、これじゃない私、レイブン先生と、あ、自分もレイブンパイセンいますね、いいです、攻撃力高いキャラ多いですね、なんか、うん、あ、攻撃力高いキャラなんですか、ね、あ、ビルフリーとなんかビルステータス見ただけでなんかビルリーゼンレイブンは全員攻撃力特化、うん、おお6767ちょっと結構いいキャラ揃ってるのかな、うん、揃ってると思う、うん、じゃあいきます、はーい、なんか初め3つワープできましたけど、どっちいきますミヤボーが入ったところに入るわ、そうそう、あ、ついてきてくれます、そうそうそう、ありがとうございます、とりあえずね、この真ん中のミノタロス倒したいんだよね、早く、そうっすよね、なんかブームが来ますもんね、うん、そうそう、まあまたブーム、左あ、ヒョルフットのにさっきと出るとこ違うぞ、やばいこれ、誰か倒して魔導士さ、誰か倒してくれないってさ、俺倒せないんだ、これそうっすね、うん、あ、もうどこいんの、もう、まだ死ぬか分かんない、よし、よし、あれこれ私が、あ、私がとか言ってるうちに、しょうがないな、あ、お願いします、お願いします、はいはいはい、あ、もう兄ちゃん、次はどこに、あ、投げ、危ない、これ、私違うとこ行った、あ、戻っちゃった、次、右行きます、これ、トマホーク避けながらやんないといけないんだね、あ、そっち、あ、ここきついんだよね、ここ、こいつら強い、やめさっき俺止まれて、めちゃくちゃ硬いんですけど、あ、そうだ、さらになんかいる、危ないのいる、やばい、もうしょうがない、出すしかない、もうクルクルしてますけど、あ、危ない、助けてくれた、誰だ、危ない、
倒したな今。俺これこれ俺どこ MP 回復させてこの。あ、いた。ちょっと。あ、殴られた。俺の回復が。あ、これで扉を開ける。あ、開ける戻る。これで戻って次は真ん中、真ん中の奥っすね。はいはい。おっしゃ。そう。で上でしょ多分。おお、いきなり状態上なってるよ。よしよし。あ、これきつい。きつい、きつい、死にそう。助けて、助けて。はいはいはい。はい、あ、待って、ありがとうございます。ありがとうございます。ブーメラン、ブーメラン、ブーメランじゃない、斧。死ぬ。ウッホ、ウッホ、ウッホ。もう無理、もう無理。ウッホ助けてください、ウッホ。死ぬ。ウッホ倒してよ。死んだ。ちょ、ウッホ、なんか切れたよ。本当だね。私切れちゃった、しかも。なんか、復活もできない。また、またウッホですか。二人とも頑張って。でもこれ、これ、この、あ、宮坊バトル。まだぐらい、まだぐらい倒さないと。あ、あ、あ、もうやばいです。あ、もう、あぶねこれホスト切れてるよこれ。あ、そうだね、うん、ちょっと電波がもしかすると悪いかもしれない、ね、悪いのかな。やられました。え、なんか俺一人でなんかまだ続いてるんだけど。でもなんか私はケンちゃんが死んだっていうことになってる。あ、なってるだろうね、うん、だって多分ホスト切れてて AI になっちゃってるからさ、うん、これもう次回にやろうもう一回。はい、はい、というわけで、はい、というわけでこれは悔しい。はい、ねえ、ちょっとホスト切れてどうしようもないよ。はい、はい、というわけで、はい、僕やってるから、はい、進めといていい話。どうでした、宮本。宮本どうでした、こう初めての白猫動画に出てみて。いや、なんか盛り上がりますね、やっぱ。うん、なんかさ、みんなでやると楽しいね。そう、3人でやると楽しいですね、うん、盛り上がって。うわー、死んだ。やっぱね、それがいいとこだよ。だからそんな怒んないでくれ。この3面なの、これ。3人でクリアできる面なんかにな、うん。じゃあちょっとさ、竹中プレジちょっと呼ぼう。そこに。そこでやってもらおう。さっきいなかったよ。まあ、ちょっと次回、はい、次回リベンジしますか。リベンジをしたいと思いますので、はい、ぜひ今後とも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、というわけで次回へ続きます。バイバーイ。ファミツアップ YouTube チャンネル登録はお済みでしょうか。まだしてない人はこの辺に、ここら辺、ここら辺、ここら辺とりあえず今ここら辺っぽい。はい、あるので。でもね、場所も変わるから。はい、そう。だからちょっと今んとこここら辺、適時、そう、スマホも多分違うはず。はい、なのでというわけでね、はい、僕らも頑張ってこれから白猫プロジェクトの攻略を頑張って情報をお届けしていきたいと思いますので、はい、ぜひとも、ぜひともチャンネル登録していただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでよろしくお願いします。バイバーイ、また見てねー。